麦わらの一味を離れ離れにしたパンクハザードの一件は、海軍本部を通じてすぐに世界政府の上層部に報告された。事件にダイヤルが絡んでいることを知った政府は、その後異常な反応を見せ、海軍本部に対して麦わらの一味を一刻も早く捕らえるように命じるとともに、各地の海賊同盟に何らかの密約を示し、麦わらの一味の捜索に協力するように働きかけたのである。海軍からの激しい攻撃に対して切り札を手に入れたい海賊たちは、政府の呼びかけに応じて麦わらの一味を探していた。一方、ルフィとナミを捕らえた海軍中将スモーカーは、二人を海軍本部に連行しようとしていた。そこへ海軍本部にいる部下より電電虫による連絡が入る。プル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 。スモーカーだ。どうした？おい、どうしたんだ？ゾロたちが見つかったのか？黙ってろ、海賊。中将は電電虫でお話し中だ。話は分かった。お前は本部にとどまって情報を集めてくれ。頼んだぞ。ガチャ。中将、何か事件で？ああ。俺と俺の部隊に所属する海兵全員に対して内々で拘束命令が出てるらしい。身に覚えのねえ反逆罪の疑いをかけられているようだ。なんでお前、悪いことでもしたのか？どうやらパンクハザードで見たダイヤルが絡んでいるらしいが、麦わら、お前もダイヤルを持ってたな。あの時、まず俺のダイヤルが震えて、そしたら仲間が持ってたダイヤルから霧が出てきたんだ。震えるダイヤルに霧のダイヤルか。で、霧を吸った奴らがおかしくなっちまったと。おやら、とりあえずお前の震えるダイヤルをよこせ。そいつの謎を解かねえとどうにもならねえ。ああ、欲しけりゃやるけど。待って、ルフィ。そのダイヤルはみんなを探す手がかりになるかもしれないのよ。そんな私たちにとってとっても大事なものをただで渡せるわけないじゃない。例えば私たちの仲間探しに協力するっていうなら考えてあげないこともないけど。
海賊風情が海兵の俺に取引を持ちかけようってのが。でも海兵をクビになりそうなんだろ。クビにされる筋合いはねえし、辞めるつもりもねえ。あれ、俺のダイヤルが震えてるぞ。ルジャー、大変だ。この船、海賊に囲まれてるぜ。敵はすんげえ数だ。能力者もいるようです。今の戦力じゃ厳しいが、応援を呼ぶわけにもいかねえな。おい、解放してくれんなら手伝ってやるぞ。解放しろだと？仕方ねえ、奴らの拘束を解いてやれ。周りのクズどもを片付けねえと話が進まねえ。え？いいのかよ。こいつらも海賊だぜ。海賊と一緒に戦うのか。よし、戦闘だ。
野郎どもニックキ麦わらの小僧を引っ捕らえろ。麦かまめ、国王直々に処分してやる。あ、あいつら知ってるぞ。ニックの邪魔口だ。この大軍を押し返す。まずは左右両翼から叩くぞ。本拠地は兵が供給される戦闘の用地だ。こちでは戦闘は続けられない。注意しとけ。いや、ホイタと守ればいいんだろ。ホイトスパーク、ホイトスパーク、ホイトスネーク、ツッ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 。海賊と一緒に戦うのかよ。大変のはずだ。こんな命令聞かないで。おい、引き手するな。死にてえのか。バカな海兵が正面から突っ込んできやがった。野郎ども、取り囲んで血祭りにあげろ。おこっちゃねえ。あいつが交代させねえとまずいな。助けに行くぞ。ケムリ、どうすればいい。ホワイトスパーク、ホワイトスパーク。敵の方を避けて退路を確保しろ。ここは俺たちが制圧したぜ。キラどもがいくらやられようと痛くもねえ。え、ちょっと、よっ、
えるやあ、王の縄張り勝手に奪いやがって何であなたまさにこいつが探偵だって言ったんだ。ホワイトアウト。マジか、何言って任せとけ。待ってるやつがいたら助けるだろう。店長、以上続いていくぜ。俺は最強の男、任せておけ。ドンクリーク勝ってやるぜ。どんな手を使ってもな。くらえ、猛毒ガスだ。 MH5。 やべえぞ、毒ガスだ。あれを吸ったらおしまいだ。他の場所にも毒ガスを見舞ってやるか。このままじゃ犠牲が増えるばかりや。完全性を下げるぞ。気はみっともねえぜ。次は本拠地を食ってやろう。強さが何か貴様らにも分かっただろう。これで終わりにしてやるぜ。いざ我らの最新兵器を解き放て。
れでどうだ。フランキー、お前なんでここにいんだ。フランキーのやつ、どうすりゃいいんだ。よし、とりあえず殴ろう。仲間思いなくった。じゃそうさせてもらうぜ。職務を全うしねえと。私がもらった。指図も受けねえ。生きてんだろうな。力ある者に逆らったやつは死ぬのさ。ホワイトアウト。任せとけ。Okay.
正気に戻さねえと。
ランドライン第5数が接収する。煙剥がすとけ。よっと、よっと、よっと、頼むのー。ドーン煙。おう、任せておけ。私が制圧したぜ。これじゃあキリがねえな。おい、少し落ち着きなさいや。お前らあれだよ、ほら、なんだっけ、忘れた、もういいや。すげえ、敵全部やられちまった。相変わらず嫁の人だ。
信じられねえ。くそ、あんな野郎を相手にしてられるか。しかしな、これで終わったんじゃあれだろ。お前ら俺と戦っとくか。ここまで強くなっちまったか。こんなもんだろう。俺に指図するな。やるじゃないの。期待通りの成長だよ、麦わらは。ただな、お前らが持ってるっていうダイヤルだが、あれは相当にヤバいもんだよ。あんた、なんか知ってんのか。悪いが、俺も海軍を辞めちまった身の上だ。詳しいことは何も知らねえ。ただ、政府や海軍の対応が普通じゃねえことは確かだ。この先、気をつけた方がいい。ああ、そうだな。スモーカー、なんでお前が麦わらと一緒にいるのかは知らねえけどな。正義なんてもんは、立場によって姿を変える。お前が自分の正義に従ってんなら、それを通せばいい。今言えるのはそんだけだ。じゃあ、またな。フランキー、戻ってくれてよかったよ。あお、よくわかんねえが助かったぜ。多分霧のダイヤルが壊れたから正気に戻れたのね。ルフィの震えるダイヤルのことはまだよくわからないけど。まあそのうちわかるんじゃねえか。で、ケムリンはこれからどうすんだよ。さあな、今の状況じゃ海軍には戻れねえが。じゃあやっぱり私たちの仲間探しに協力してよ。なんだと。今いない仲間たちは多分みんな霧のダイヤルを持ってるわ。あんた、どうせダイヤルのこと調べたいんじゃないの。それいいな。お前強いし、仲間が見つかったらダイヤルはお前にやるよ。海兵の俺にてめえら海賊どもと組めってのか。
進むやん。大変だ。さっき本部にいる仲間から連絡があったんだけどよ。ああ、もうないないじゃなく大々的に手配書が出されて、スモヤン、あんた賞金首だぜ。なんだと。Thank you.